今なんかちょっと暑いかも。本当ですか、うん、え、どうしたのヤン君。サワイヤンチャンネル、皆さんこんにちは、サワイヤンチャンネルでさっしゃ。皆さんこんにちは、深田ゆびです。よし、ついに来ました、深田ゆびさんの登場でございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いやー、いいやっぱこう、はい、画角にこう女性が、ね、女性がいるだけでね、もうちょっと映えるね、サワイヤンチャンネルは。素晴らしい、本当に毎日いてほしい。なかなか女性とのあのコラボありですか。そう、全然ないです。久しぶりだよ、本当に久々なんで、今日はちょっと兄弟ともどもめちゃめちゃ気合い入っております。あ、本当ですか。もうガン決まりでございます。いろんなところが、いろんな意味で。はい、じゃ普段はあんまりね、入ってなかったっていう。全然入ってないです。もう今日はもう、久しぶりスイッチオンにしてきましたから。スイッチオンにして、はい、えみさんのチャンネルの方でもね、ものすごいコラボさせていただいて。確かに、はい、今その、あの直後に撮ってるんで、はいはいはい、もうお互い仕上がっております。あ、本当ですか。はい、まあ、僕が仕上がってる意味ないんですけど。立つことってますよ。いや、俺はお前やばいぞ、俺また言われるから。お前コメント欄で俺サーバー暴走しすぎだと言われるから。ってことで、本日ちょっとやっていく企画なんですけども、まあ皆さんご存知、僕はちょっとあの既婚者のため、あのちょっといろんなそういったあの、まあちょっと攻めた企画なかなかできないんですけども。あ、これこれ本当に、いやー、これどうやろ。YouTuber 的にどうだろう。いや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 、 YouTuber もうちょっとね、本気出してほしい。いや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 、やりたい気持ちは山々なんですけれども、あの、サワヤンにはね、ヤンがいるんです。あの、まだね、二十歳になったばっかりで、あ、ピンピンの、うん、ピンピンのやつがいるんですよ。はい、うんうん、これ6個違いだね。そうそう、僕26なんで、はいはいはい、6個違いのピンピンのヤンがいるんで、はいはい、本日は、まあ、エミさんがお家に遊びに来てくれたということで、はいはい、本日やっていく企画、はい、ズバリにやけたら即ウォッツかショツと深田エミの誘惑に待機。こちらやっていきます。なるほど、いいじゃん、最高じゃん。これやっていきます。めちゃくちゃいい企画じゃん。お前はだから、いいこと尽くしだ、はい、今日だよね。これから どうされ、どうなんの俺は。エミさん、ちょっとあの、うん、これから、うん、ヤンを、うん、もうちょっと、まあ、めちゃくちゃにしてほしいというか。あー、わかりました。あ、もう俺もほら、もうリアついてる。これがこれがもう、これでもおつかしょ。あ、そういうことだ。うわ、マジか。お酒はあれですか、結構弱いですか。いや、お酒は飲みますけど、うん、ウォッカ飲まれたとかありますか。ウォッカはあんまないですね。絶対飲まない方がいいです。お酒好きなんですけど、これはちょっと別物なんで。悪魔のミスですね。あ、そうなんですね、はい、大丈夫ですか。結構冷たいです。量はね、足り、一応これを、エミさんの目標はこれを枯らす。はい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 、足りなくなるともう一個あるんで、もう一個あるんで、本番のやつがもう一個あるんで、それは出します。あ、一個もう一個あるんです。はい、あります。じゃあこれさ、飲めば飲むほどさ、酔いが回ってさ、どんどん俺にやけてくるから。お前幸せだよ、普段だって。エイブ女優さん、しかも福田美さんのようなもうトップクラスの女優さんに、うん、もうお前責められて、うん、そう、酒も飲めるんで。いや、最高じゃん。普通の居酒屋では合コンじゃありえないことだから俺。お前 YouTube って言うやんあるの。いや、お前耐えろ。いや、そうか。お前耐えろ。そうだ、確かに。いや、まあね、二十歳になって、ね、もう成人したからね、うん、そんな口説かれてニヤついてるようじゃん、ダメだからね。はい、私なんか強そうだなと思ってるんで、はいはい、あんまり、いや、弱いっすよ。弱くなろうとするんだ。エミさん、でも実際自信はどれほどありますか。リサーチがちょっとまだできてない。確かに、これからちょっと探していくっていう、うん、そういう時間もあるのかですね。でも攻められるのも大好きなんで、ガンガンお願いします。勝つ気ない。勝つ気ない。飲んで攻められたいやつ。ガンガンお願いします。あの、お前、誤解解くためにこれマッサージ屋じゃないから。どんどんマッサージしてくださいじゃないんで。あ、違う、お前は耐えろ。あ、そうか、耐えてください。誇られたいです。これ本当に理想はこれ飲まない。飲まない。いや、マジで、じゃあ俺本当にもう冗談抜きでマジで俺もう、じゃあニヤつかないから。そうで。誓ってください。どうだよ。絶対ニヤつきません。もう、だからもう取れ高とかもう本当に一切無視して、もうガチで勝ちに行きます。うん。行きましょう、お願いします。お。しゃ。じゃあルールだけ決めよう。ルールは、うん、どうする。もう俺が決める。俺審判だから、ヤンがにやけてるなと思ったらストップかけます。なるほどね。専門家も今たくさんいらっしゃるんで。いっぱい今いらっしゃる。専門家がいらっしゃるんで、専門家もそのまあ一応判断材料で多数決で決めたいと思います。無制限。まあいけるとこまで行こう。いけるとこまで行こう。で、俺がじゃあ、じゃあ OK、 タイマー設定するわ。5分間、1回5分やってみよう。うん、
一回5分やってみて。じゃあいきます。始まり。本気でお願いします。もう全然。もうやついてるよ。じゃあいきます。はい、会話はしていいでしょ。会話もちろん。普通に自然な感じで。はい、自然な感じで。歯見せちゃダメ。歯見せたら。歯見せたらアウト。オッケーオッケーオッケー。いきます。3、2、1。スタート。エミさん何もしてない。これはにらめっこだって。はい、15秒で、はい、届いたとかじゃない。これそれはお前興奮しちゃってもこう目ぼつきしてもお前目ぼつきですよ完全に。まあいっぱいになったら全然、はい、どうぞ行ってらっしゃいませ。いただきます。これやばい。やべえ。目ずっと閉じ続けなのダメですよ。ダメです。それもうあのエミさんのねあの、うん、手口やりきちゃうもう分かったから、うん、もう本気でいきます。じゃあちょっとこれをもう一回ついて。あ、いいっすね、いいっすね、いいっすね。いきます、続行します、はい、3、2、1、スタート。なんか、ヤン君、はい、ヤン君って、はい、いくつ？20歳です。あ、20歳。ちょっと待って、違う違う違う、おかしい。エイリさんは何もやってないよ。違う、おかしい。いや、何もやってないよ、まだ。おかしいな。もうさ、みんな笑ってんだもん。いや、俺らは勇気がずるいから。俺らはいいって、お前はにやけちゃいけない。全員にやけてるもん。いや、みんなだって。いや、俺らはだって審査員だから専門家はにやけていいんだよ。2杯目いただきます。やばいって。まだ30秒だから慣れていかないとね。そうそう、オッケーオッケー。あ、分かった、俺作戦変えるわ、こうするわ。お、寝る、まさか。これだったら勝てるわ。あー、はい、いつも慣れた対戦。じゃあ、いきます。再開。え、ヤン君ってさ、はい、え、ヤン君ってさ、普段ちょっと待って、お前10秒、え、10秒しかなってない。もうちょっと耐えてほしい。もうちょっと耐えた方がいい。10秒。お前まさかエビさんも一緒に寝ると思わなかったでしょ。お前ちょっとね、マジかってなったでしょ。お前エビさん早いんだよな。しかもエビさんもニヤニヤしてんだ。エビさんもニヤニヤしてる今。くっそ、悔しくなってきた。悔しそう。もう一回この体勢リベンジするわ。はい、絶対勝てる。じゃあ再開します。再開、うん、え、ヤン君ってさ、はい、え、なんかどういう人が好きなの？エミさんみたいな人が好きです。え、本当に？はい。え、私もなんか、え、で私、はい、ちょっとぶっちゃけ言っちゃうと、はい、ちょっと入ってきた。ちょっと待って。お前さ、なんかお前勝手に今脳内で想像したの。違う、今いいとこだった。今俺も止めたくなかった。でお前想像しちゃったんでしょ、さっき何言われるんだろうってお前ドキドキしちゃったんでしょ。ちょっとね、はい、もうこれはね、お前エミさんとお前もう術中にハマってるよ。いや、今のはちょっとみんなもごめん、今俺も続きは見なかった、うん、俺も続き行きたかった。お前このペースでいったら瓶一瞬で開くぞ。え、じゃあさっきのシーンから再開して。さっきのシーンから再開って。うわー、やばい、やばい。エイミさんに潰される。いや、ユンチョル。じゃあさっきのシーンから行きたいわ。ぶっちゃけ私もですかね。ぶっちゃけ私もから、そっから始まります。シーン再開です。ぶっちゃけ一回カットかかっちゃったから今。ちなみに今ので1分経ちました。あ、今で5分の1終わった。あ、オッケーオッケーオッケー。いきます、再開。え、なんすか、玄関入ってきた時からなんすか。え、なんか玄関入ってきた時からなんかちょっと背とかも高いじゃないですか、はい。で、なんか最初ちょっと目合った瞬間、はい、ちょっとなんか、あ、かっこいいなって思っちゃった。おぉ、おぉ、そう。え、思っちゃいました。あ、ありがとうございます。え、なんか、え、結構顔とかもすごい、なんか鼻とかすごい、結構、なんか、え、外国人の人は結構好きっすか。え、なんか外国人とかじゃなくて、はい、なんか普通になんか目合った時、なんかちょっとかっこいい。はい、はい、もうこれはアウトです。これはアウトです。結構耐えたよ、結構耐えたよ。強くなってる、結構耐えた。ウォッカで強くなって
まだエビさんちなみにお前にまだ指一本触れてないから。いやそうだけど、ちょっと待って、まだお前エビさんの方がニヤニヤしてるから。エビさんの前話術にお前まだ翻弄されてるから。エビさんの方がニヤニヤしてんだよな。ずっとニヤニヤしてるじゃん。いやいいじゃんいいじゃん。ここまたこっからシーンさ、再開まだ始まるよ。今思い打ち明けたところですから、これからいろんなことが始まるかもしれないですよ。そっかそっかそっか。これ何杯目今、5?6?6、7ぐらい。やべえぞ。よし、いただきます。じゃあ今3分15分、ほぼ今1分間耐えた。45分耐えたから、これでかかったよ。いい耐えだって。赤くなってます。40度のお酒だろ。イエスがエグい。よしよしよし。でも俺はウォッカで強くない男だ。じゃあ再開しますよ。再開。え、なんか熱くない？ちょっと熱いっすね。え、なんか何か熱くない？耳がちょっと熱いっす。え、耳？じゃあ、笑ってないでしょ。笑ってない。うん、まあ、一回この中で一回流す。一回流します。これセーフ。一回流します。耳は熱いっす。本当ですか？うん。耳ですか？うん。なんか熱い、なんか。え、今熱いですか？今なんかちょっと熱いかも。本当ですか？うん。え、どうしたの、ヤン君？え、大丈夫？え、ヤン君？ごめんなさい。静かになってやんだ。ちょっと一回ストップ。何一回ストップ。なんで。はい、ストップ。はいはい、一回抜くわ。おお。だお酒飲んで温まってきてるのもあるからね。あと2分ですから。よし、じゃあいきますよ。再開す。え、暑い。えみさんは暑くないですか？え、私は全然別に。まあ、そう、結構薄着っすもんね。まあ、ちょっとなんか暑いかな。あ、そうなんですね。全然大丈夫ですよ。あの、脱いでいただいて。あ、ほんと？はい、全然大丈夫ですよ。誰もいないんで。誰も？はい。いやいやいや、お前自爆やっと、お前ね、飲みたがり。誰もっつって、めっちゃ見話してる。いや、いろんな人とちょっと目当てて。よし。うわ、楽しいな、この企画。あと1分半ね。あと1分半いきます。もう申し訳ないですけど全部耐えます。俺ちょっとお前まだね、あのただ楽しんでる様子しか見えてないから視聴者。いや、誰もお前が本気で耐えようとしてるのが全然伝わってない。取れ高はもう十分。あとお前の耐える姿を見たい。あ、本当。じゃあもう、うん、もう今こっから何されても全部そうだよ。いきますよ。じゃあいきます。再開。どうしますか？私ね、はい、ヤン君の時、なんかちょっと疲れてる。マジですか？めっちゃ嬉しいです。え、本当に？めっちゃ嬉しいです。え、なんかすごい、はい、なんかちょっと目合った時になんか、はみたいな、ちょっとかっこよくって。え、なんか私のことどう思ってます？いや、めちゃくちゃ綺麗だなって思います。え、本当に？めっちゃ思います。え、本当？手汗すごくないですか？え、手汗？はい。手汗すごい？一分切りました。え、確かに手汗すごくない？え、僕っすか？うん。え、エイミさんっすよ、すごい。え、そう？はい。え？そう？そうっすよ。本当？エイミさんっすよ。でもなんか、はい、なんかさ、すごい汗かいてるけど、なんすかね。うん。でもなんかすごい、え、本当に？なんか私すごい、ちょっとヤン君のことはちょっとなんかかっこいいなと思って。本当ですか？うん。でも僕もめちゃくちゃエミさん綺麗だなと思います。本当に？はい。え、なんか、え、私あと、すごい背高いなと思っちゃって。はい。なんかすごい高いですよね。あ、そうっすか？僕っすか？でもちょっとトレーニングしてるぐらいですね。え？ここ？あ、ここ、はい、そう、ちょっとっす。
はい、終了、そこまで。最後は最後だね。ちょっともうちょいやらしてよ。いや、うるさい。お前ね、途中からあのもう企画忘れて単純に仲良くなろうとしてることが許せない、兄貴としては。え、なんで、うん、お前単純に仲良くなろうとしすぎも、え、あの一線超えてる、企画の一線を超えてる途中から。こいつだ。うん、完全に芸人さんもそれ分かってて、もうあの二人ともあ、そういうことじゃない、こういう感じになる。こういう感じしたのよ、途中から普通に。結構飲みました。10杯ぐらい飲んだと思う。やっぱ最初もう一ラウンド行きたいな。いや黙れ。次俺、じゃあ、じゃあこいつ酔ってるんで終わりです。次、終わり。次俺が口説く側。黙れよ。で、エミさんがニヤついて。黙れよ。ウォッカショット。お前が飲むんだよ、そしたら。エミさんがニヤついて、お前が飲むじゃん。はい、まあ、てことでちょっと戻りましょう。はい、てことで、以上、企画がまあ無事終わったのかどうかちょっとわかんないんだけど、どうでした、ヤン選手。いやー、非常に気持ちがいいっすね。黙れ。あのさ、その後コメントしづらいからそういうことやる。おいおいおい、確かに。いやでも、ちょっと、反省してる。まだまだ、ちょっと甘かったなっていう。ほぼ多分、もう ずっとただ飲み続けるだけ。エミさんほぼ何もしないから、まだ。まだエミさん10中で多分、まあ、あの10ってやるうち、多分1点2点ぐらい。まだあったの、まだあった。いや、まだまだあり。いやマジか、まあ、それはもう視聴者さんのご想像にお任せする形になってしまうんですけども、今回ヤンが力不足だったって話で。引き出せなかったってこと。引き出せなかった。いやでもすごい、あのヤンさん本当に素直で可愛い方だなってすごい思いました。エミさんがグー出したら全部お前チョキ出すみたいな。いやそれはもう全部素直に言った方がエミさんやりやすいかなと思って。いやすごい、もうやりやすかった。口説かれに行く姿勢だから、まあ、多分あの男優としては多分20万って思う。あ、本当ですか。100点かもしれない、うん、え、マジですか、はい、いけそうっすかね。いや、いけます、いけます。マジ、じゃあ俺、はい、あの明日なんか現場なんで、はい、あ、じゃあちょっと僕、はい、見学、はい、もう行っていいっすか、はい、すいません、あの締めます。はい、ということで、エミさんありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということで、あのエミさんの方でもね、コラボさせていただけるんで、ぜひね、動画概要欄からリンクチェックしていただけると嬉しいです。またね、あ、グッズともだ、エミさんの、あたつく、そしてヤンののろけ、あ、まあ素敵だなと思ったんで、素敵だなと思いました。ニヤついた人全員、ニヤついたと思う、ニヤついた人全員全員だってニヤついてる、絶対お前ら全員ニヤついてる、全員ニヤついてる、ニヤついた人全員高評価よろしくお願いします。はい、ということでまたね、次回の動画でお会いしましょう。ブワー。